横からの眺め145丁目橋は、アメリカ・ニューヨーク市に位置する4車線の線海峡で、ハーレム川を横断して、マンハッタンの145丁目、レノックス街とブロンクスの東149丁目、リバーアベニューを結んでいる。橋には以前、北行きのニューヨーク州道22号線と、ニューヨーク州道10号線が通っていた。さらに、橋はイソの通りに接近しているため、 かつては、レノックス外境の名称であった。橋は、ニューヨーク市運輸局によって、運営、維持されている。2008年度の日、平均通行量は23,148台。145丁目橋の建設は1901年4月19日に始まり、275万ドルをかけて、1905年8月24日に開通した。設計者は、 アルフレッド・パン・コースト・ボラーである。橋の新しい旋回スパンは、オール・バニー軍南部のコイーマンズにある、旧、パウエルミノック・ブリック・ヤードが組み立てた。スパンは2006年11月初旬に入れ替わった。145丁目橋には、ニューヨーク市交通局が運営する、BX19 系統のバスが走っている。路線の平日平均の乗客数は3534人。 ありがとうございます。